はい、皆さんこんにちは、あやおです。今回はモンスターハンターライズの体験版の方を一人でプレイしていこうというふうに思います。はい、すいません、鼻声で申し訳ないんですけど、最後にプレイしたのが確か2月の頭、今日が3月の7日なので、ほんと1ヶ月ぐらい、何も触ってない状態。なんだけど、だからちょっとね、腕に不安があるんですけど、ここはね、男なら、タマミツネ、ウォーミングアップなしで、試乗していきたいなというふうに、思います。はい、まずは、支給品っていうか、アイテムを補充しましょう。で、一応、打ち消しと消散剤、落とし穴。OK。んで、送流してから行こうかな。そしたら、まずはね。そしたら、クグツチグモ、捕まえて、リオレイヤーに乗って、最初突撃します。危ね。クグツチグモって言って、一瞬でね、送流できる、チート生物がいるんで、それをちょっと、先にちょっとゲットしていこう。多分、製品版では、製品版では、各フィールドにね、多分一匹はいると思うんで、送流してから、モンスターに突撃するっていう流れが、多分一般的になるんだと思う。ちなみに、ここ、遺跡、なんだっけ。ここのフィールドにはここにいると。5番の左側か。場所を詳しく知りたい人は、このクグツチグモの場所の、場所を解説してる動画いっぱいあるから、それ、見てください。俺のじゃないけどね。押さえ土じゃなくて、やっぱリオレイヤーがいいかな。押さえ土がいいかな。どうしようかな。リオレイヤーでいいや。やばいやばい。構えて。リオレイヤー発見。おい、ブルファンゴ。ブルファンゴがね、突進したからバレちゃったじゃん。はい、オッケー。よしよしよし。これで、送流。あ、落とし物じゃない。送流して。はい、タマミツネが今移動してるね。こっちに来てんのかな？こっちか。オッケーオッケーオッケー。タマミツネが移動してる。ここで待ち合わせしよう。えい、見つけたわ。回避して、強攻撃、まず一発、ドカンと入れていく。オッケー。そしたら弱攻撃。で、強攻撃。危ない。強攻撃。何？食らわないだと。オッケー。で、ちょっと、もうちょっと攻撃したいね。もうちょっと攻撃したい。通り大技。はい、ありがとう。はい、そしてさよなら。あ、オッケー、ありがとうね。はい。じゃあ、こっからはね、差し入れの戦いになります。かっこいいね。よし。そしたら、ライズの弓は、ダブルクロス
までやってた人は分かると思うんですけど、よいしょ、ダブルクロスまで、ナイス。ダブルクロスまでやってた人なら分かると思うんですけど、溜め段階ごとで撃つね、弾が変わる。まあ弾っていうか弓タイプっていうのかな。やべ、普通にやられちゃってた。嘘すいません。マジで？これは普通に恥ずかしいです。はい。普通に恥ずかしい。さっきの話の続きしていくと、ライズの弓は、ダブルクロスと、まあ、ダブルクロス以前の作品と同じ仕様になってます。まあ、それがどういうことかっていうと、ため段階、まあ、ため1とかため2とかあると思うんですけど、ため段階ごとに、弓のタイプ、まあ、曲射とか三段とか、アイスボーンとかワールドから始めた人はわからないと思うんですけど、貫通弓とか、あとは、まあ、これは、クロスとダブルクロスから、あった、なんだっけ、重い射撃って書いて、銃射っていうのがあるんですけど、銃射で呼び方合ってるかわかんないけど、っていうのが、っていうシステムだったんですよ。ワールドまだはね、うん。というわけ。で、ちょっと待ってくれ。ワールドまではそういうシステムだったと。で、ワールドから、丸ボタンは3段。で、普通に、溜めて、溜めて撃つやつは全部、連射に、まあ、通常弓がね、になったんだけど、これで見てもらえばわかるんですけど、1回が通常、貫通、通常になってる。で、号射も通常ってことは、この、溜めさんが、通常だから、まあ、多分それの号車ってことだね。うん、触ってるからこれ。あかんぞ。スタミナも回復したいね。やっぱりね、体術とかないからちょっと厳しいな。体験版の弓はね。よしよし。おい、ブルファンゴ。ブルファンゴ、相変わらず、ライズでもね、突進してくると、ちょっとずつ猛進してくるから、気をつけなきゃいけないね。じゃあここで一回ふんころがし打っとくか。持続性のふんころがし。へい、やけどダメージ。あほう、痛い。立ち回りグダグダだね、本当に。申し訳ないです。疲れたか。オッケーオッケー。ちょっとまず攻撃力アップしていこう。この状態で、あ、違うよ。こうか。ごめん、ちょっと待って。何をしてんだ。アタックチャンスに、あ。よし。来たか。OK。押さえ槌が、そういう待機状態になったんじゃない？なった。OK。よし、ここは行くぜ。ここはちょっと、はい、強い。当たらない。よいしょ。はい。で、もう一回、はい。よいしょで、突進離脱。最後突進離脱。あー、そう。突進離脱したかったのに。突進離脱したかった。突進離脱して、
3密目を3回ぶっ飛ばしするっていうのが僕の計画だったんですけど、全然水の泡になりました。あの密目だけに。よしよし、回復回復。やばい、集中してると黙っちゃうわ。ちょっとすいませんね、全集中してるんで僕。オッケーオッケーオッケー。これは前作にもあったね、攻撃してる途中にひるませると落とし物をして転んでくって。よし、あ、みんな減るの早いな。これナイス、ガルクナイス。これね、スタミナがね、スタミナ急速回復っていうね効果がついてて、これね、ずーっとほら、今スタミナ急速回復したでしょ。 OKOK、 怒った怒った。で、その深呼吸っていうか、あのスタミナ急速回復プラスこの技ので、出先っていうの、あのこい、あ、こらしてと失敗したけど、この技の出先にあの ちょっとだけ回避性能があるから、ちょっとこれは避けていきたい。あー強いね、久しぶりにやると強いわ。ボコボコにされてるんですよ今、普通にボコボコにされてるわ。危ないです。まずいです、非常に。まあ、体験版では弓弱いけど、多分ね、製品版では化けると思うんですよ。属性強化のスキルとかも多分あると思うし、まあ、属性関心とか、属性がっちり積んで、ライズでもできるんだったら、多分、それは、またね、弓がね、まあ、体験版では本当に弱いけど、めちゃくちゃ。体験版では本当に弱いな、弓。まあ、それでも、上手い人はね、ちゃんとね、タイムも速いし。ちょっとここは一回ね、落とし穴、開けようか。違うよー。弱すぎる。よし、 OKOKOK。 多いね。よいしょ、 OKOKOK。 OK、ジビレーナかけるか。あおう、なんでよ。よしよし、一回、危ないね。もう死にたくないよ。ナイスナイス。結構ご両親癖があるんで、回避っていうかもうほんと攻撃、まあ、攻撃は最大の防御、あーじゃないけど、ちょっとここは一回冷静に回復していこうかな。よし、被弾しまくってるからね、ほんとに。よし、危ねえ。あ、おお、危ない危ない。本当に怖いわ。マジで。やばいやばいやばい。滑る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 。小3歳小3歳。
オッケー、やった終わった終わったー、よし、はい、せっかくだから剥ぎ取ろうか。このクエストクリアのさ、音楽マジで好き。今まででのモンハンシリーズで、まあ、トライのやつとかサードのやつも良かったけど、本当ライズのクエスト終了のこの BGM めっちゃいいわ。うん、もう本当にね、あークエスト終わったって感じがする。ちょっと語彙力死んでるけど、はい、それじゃあね、いかがだったでしょうか僕の、まあ、下手くそプレイで、まあ、ちょっとカットをしまくりなんですけど、まあ、ライズではね、製品版ではね、ちょっと、また弓をね、使って、プレイをしていきたいなというふうに思ってます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。